GTR のニスモを持っていて、ニスモになります。オーナーさん、あ、そうですね、登場してもらいましょう。インスタのフォロワー増やしましょう。やった、はい。車を改造せずにはいられない重症患者の皆さん、こんにちは。改造車ジャーナリスト土江パフォーマンスです。イベントでこれやると恥ずかしいね、はい、というわけで今回は富士スピードウェイで開催されているモーターファンフェスタ2024というところに来ております。モンドブースこんな感じで設置してあります。で、今回はこちらの4台、はい、展示します。今回の車両はほぼモンド東京からの車両になるんで、内山店長に紹介してもらおうと思います。はい、よろしくお願いします。じゃあまずこの GTR から、はい、GTR からいきますか。ついに完成しましたね。完成しました、はい、こちらはストーリーを聞いてもいいですか。長くなりますよ。はい、いいですよ。まあ、まずこちらのオーナーは、はい、2020年モデルの GTR のニスモを持っていて、前にもブログでも紹介させてもらってるんですけども、 AL13 履いた車ですね、のオーナーさんの増車した24年モデルのニスモになります。増車です。ニスモはなんと2台、あの PV で以前、はい、お届けした車ですよね、はい、とまた別の個体のニスモ、はい、というわけでこれもちょっと様子がおかしいんですが、そうですね、今回はどんなカスタマイズを。まあ、まず、まあ、車高とホイール、はい、まあ、これも絶対やるじゃないですか、ね、はい、でホイールはあの AT86 ですね、はい、でちょっとディスクをブロンズにしてリムはポリッシュで、なるほど、はい、でキャリパーは黄色だったんですけれども、あ、そっか、はい、あの黄色だと浮いちゃうのでグロスブラックに変更してます。そして、はい、こんな感じでバチバチに決まってると、はい、そして問題はボディカラーですね。ニスモで見たことない色になってる、はい、この色絶対ニスモじゃありません。もともとあのニスモ定番というか、あの、はい、イメージカラーの水色、あのグレー、グレーになるのか、ね、グレーが多いですかね、をなんと今回色替えしてると、はい、しちゃいました。で、色替えの方法も、はい、ちょっとあの新しいんですよね。新しいです。あのセマで発表されたイノゼテック あのダイナミック PPF というカラープロテクションフィルムですね。あの1個ずつ整理していくと、はい、まずイノゼテックっていうのが、はい、このツヤがめちゃくちゃすごい、ツヤ感がやっぱりフィルムを出してるメーカー、はい、でそこのメーカーのプロテクションフィルムなんですね。そうです、カラープロテクション、色付きのプロテクション、はい、だ今まで傷も守りつつ色を変えようと思ったら2枚重ね、そうですね、ラッピングの後にプロテクションフィルム貼ったりとか、それが今度色付きのプロテクションになったんで、はい、オーナーさん出ます、はい、で出ます、はい、オーナーさん今いらっしゃってるんで、タイミングで呼びましょうか、はい、はい、ちょっと今タイミングで呼びます、はい、ハプニングは出すけどオーナーさん今日いらしてるんで、いらしてます、もしかしたら出るかもしれないということで、はい、というわけでこの色付きのプロテクションフィルムが施工してあると、はい、これすごい ねすごいですよね。今までのイノゼテックのグロスのフィルムよりもツヤ感がさらに塗装に近い、確かにアップしてる感じがする、はい、そしてあのプロテクションなんで、まあ、もちろん普通のラッピングでもある程度の傷は守れるんですけど、はい、プロテクションなんかもうちょっとこう厚みもあって、はい、厚みもあります、しっかり傷が守れるタイプになってると、はい、弾力性がかなりあるんですね、フィルム自体に。で逆にこうプロテクションになっちゃうと厚みがある分、はい、貼るのが大変って聞きますけど、今回これすごいね。いや、すごいですよ。あの今日多分これがあのカラープロテクションで気づかない人も、多分ね、そうだと思います。っていうかほとんどの人が気づいてない、気づいてないと思いますというわけで全部これ色替えして、はい、プロテクションフィルムでなってると。そうです。だこういうところも抜いて、抜いてます。でカーボンの目のとこはクリアになってる、はい、こういうとことかも。本当はボンネットも全部カーボンだったんですけど、やっぱりそのオーナーさんの、まあ、オーナーさん女性なんですけれども、まあ、女性であるとかやっぱりおしゃれにニスモを乗ってもらうっていうので、ちょっとやっぱりそのボンネット、まあ、カーボンだとちょっとレーシーすぎちゃう、ちょっと体育会系すぎちゃう、はい、と思ってボンネットは貼っちゃいました。一応このダクトの部分だけ、あ、ここだけ抜いてこういうデザインにしてるのか、はい、へー、すげー、ツヤがとにかくすごいね、はい、でこれがもう色替えしてるから、はい、貼り逃しがあると元色が出ちゃうということで、はい、全部車一周、はい、横もそうだし上もそうだし、ちゃんとドアの内側までこれすごいよね、施工してます。だからこうドア開けてもほぼ分かんないじゃん。分からないです。ドア内も全部、そうだから本当は通常のプロテクションフィルムよりは薄いんですけど、うんうん、
ただ普通のラッピングフィルムよりはちょっと厚いんで、厚いんだよね、施工がかなり大変です。だこういうもうデコボコのとことか、はい、これコーキングのところも全部貼ってある、はい、あ元色がありますね、ちゃんとね、このネジのとこだけ、はい、だとこの前のヒンジのとこだけどうしてもそのラッピングできないんで、はい、そこだけ出てますけど他は全部、だからほぼオールペンに近いぐらい、近いですね仕上がり的には。だからもちろん全然安くないんですけど、はい、まあここまで、まあ、このクオリティで色が変えられるのであれば、で本当に車の色が変えられると思えば、はい、まあまあまあそれが数年使えると思えば、 ね、そんなにでもないのかなと。でエンブレム類は剥がしたのか、はい、取っちゃいました東京店ならではのカスタマイズも、はい、日産のエンブレムと、なるほど、あとは GTR のエンブレムですね、なるほど。でここに本当はニスモってあったんですけどね、取っちゃいました取っちゃいましたねというわけで、あとはこの赤いテープも、あニスモといえばニスモだと入るんだもん、ね、はい、あれはもう入庫してすぐに剥がしちゃいました我慢できないと思って。というわけで新車のニスモもこんな感じでカスタマイズされております、はい、せっかくなのですごいねこれ、オーナーさん、あそうですね、登場してもらいましょう。インスタのフォロワー増やしましょう。やった、はい、インスタのフォロワーなんていうアカウントですか。4、数字の4から始まるんですけど 4BA_R35NISMOです。なるほど、はい、じゃあ皆さんフォローして最新情報をチェックしましょう、はい、お願いします。ありがとうございます。皆さん信じられます、こんな美しい女性の方がGTR を入れるというわけでよろしくお願いします、はい、お願いします。ありがとうございます。さあそしてうっちーの方からもう1台紹介、はい、もう2台、あ2台ですね、はい、あ2台ありますんで、はい、もう1台がこちらのウルス、はい、ウルスです。実はこのウルスは、はい、以前動画でご紹介してるんですよね、はい、してます。インサートで入れておきたいと思いますけど、はい、こちらもなんと先ほど触れたそのカラープロテクション、はい、カラープロテクションで、で色替えしてると、色替えしました。白からこの紫色に、はい、ミッドナイトパープル、これすごいね、はい、いやこれもですねストーリーがあるんですけども、僕らがそのカラーイノゼテックを始めるってなった時に、僕はカラーサンプルを見てて紫かっこいいなと思って、その時にはっと思ったんですよ。もうこのオーナーさんウルスもう何年か経つんですけど、まあ、改造するところもないし、そろそろ色変えるんじゃないかなと思って勝手にね、はい、でもうその場で勝手に紫だと思ってお客さんの許可を取る前に紫頼んじゃったんですよ材料をそう、もうフィルム頼んじゃったんです。でお客さんにどうですかっていう提案をして、もうそんな話するつもりなかったのに僕はカラーサンプルを持ってで実はもう頼んであります言ったら、いいよやってんすですね、パワハラですモンスターカスタマーならぬ、はい、モンスター販売員です。でもすごく、はい、この紫いいねって言ってそうなんだ気に入ってくれたんで、まだちょっとね現車は見てないんですけ ど絶対に喜んでくれると。やっぱり何年か乗って、はい、飽きてきた時とか結構いいなっていう色替え、結構またウルス乗ってると買い替える車が難しいですよ。確かに SUV、ね、そう乗り換えようとした時になかなかこのやっぱスポーツテイストのある SUV って難しいので、いやもうこれはカラーチェンジだなと。なるほどなるほど、はい、だからちょっと飽きた時なんかはめちゃくちゃいいんじゃないかなと、はいいいですよね、はい、で特にこういった貴重な車はやっぱり傷がつくと大変なんで、はい、全面プロテクションになりますから、ね、でこれももう徹底的に全部やってあります。元色の白が全く見えないように、見えません、全部施工されてると。だからこれも多分カラープロテクションって今日気づいてない人の方が多いと思います。多いんじゃないかなと、はい、まあもともと紫のウルスなんだろうなっていう感じですよね、はい、そうだよね、はい、だから一応今回はイノゼテックのテントとサンプル置いてあるんで、はい、でも、まあ、一応分からないですイノゼテックの展示ということでなってるんですけど、でも逆に言ったらそのラッピングしてる感がないじゃないですか。確かに、もうやっぱりこうやって見てもらったら分かりますけど、やっぱりこのツヤ感が全然違いますよね、うんうん、フィルムのそのクオリティもいろいろあるし、はい、貼り方のクオリティもいろいろあるけど、ね、やっぱりそこ雑になっちゃったりすると安っぽくなっちゃう、はい、そうなんですよ。だこの辺の車には似合わなくなっちゃうんで、はい、まあ、今回はしっかり貼ってあると、はい、そしてうちの方からもう1台、もう1台、はい、急遽これナンバーもそのまま出て大丈夫かな大丈夫です、はい、急遽なんとボンボブースに S15 シルビアが、はい、シルビアです。こういった車も時々カスタマイズさせていただくんですよね、はい、そうですね。以前もなんかチェイサー、チェイサーやりましたね。チェイサーいじらせていただいたりだとか、はい、まあ、言っていただければ、まあ、実は国産車も
ちょこちょこ入ってきてますね。じゃあドリシャ作れるかとかエンジンチューニングできるかっていうと、僕らはやっぱりこういう車をそのボンドっぽくおしゃれにカスタムするっていうのがやっぱり僕らの根底にあるので、海外のテイストとかパーツを取り入れてカスタマイズできる、だからこれなんかもうそのオールペンをお客様が、まあうちじゃないんですけどオールペンしてるんですよ。で何色がいいですかっていう話いただいたんで、じゃあなんかこうフェラーリのグリジョイングリッドみたいな、あんなので塗ったらシルビアめちゃくちゃかっこよくないですかって言ったらグリジョイングリッドになってました。あ、そうなんだ、はい、これだから一応フェラーリの純正カラーで。じゃあこれボディカラーもウッチーセンスがちょっと入ってる。そうです。というわけでこんな感じ、はい、で足元を東京店でホイールカスタマイズさせていただいたということで、させてもらいました。ホイールが ESR ですね。これ MV の姉妹ブランド、姉妹ブランドです。まあ、国産車とか、はい、スタンス系に向けてプロモーションされてるこちらのホイールを装着してると。でも絶対やっぱりこう日本にはないテイストのデザインが、確かにそれ大事だと思う。やっぱり国産でもいいホイールたくさんありますけど、はい、みんな履いてるじゃん。ですよね。だそこでこういう海外ブランド持ってくると、はい、ちょっとこうキラッと光る存在になるというか、うん、目立つ存在になれると、はい、これに関してはあの車中身もすごいんですよね、はい、なんとあのエンジンも乗せ替えてたりとか勝手に開けちゃいますか、はい、もうちょっとあのボンドチャンネルどこに向かってってるのか分かんない感じですけど、これだからシルビアだから本当はあの4気筒の SR20 ジャッジであるのが元々なんですけど、なんとこの6発トヨタのワンジェチェイサーとかあのマーク2とかその辺の車に積んである、 あの辺に積んでる30ソアラもワンジェですよね。あの辺に積んでる6気筒をぶち込んであると、はい、すごいねこれ。これただなんかその市販のキットがあるらしいんですよ、 1J を積むキットが SR に。だけどそれだとなんかエンジンがずれちゃうから、うん、あの全部ワンオフで作ってる。そうなんだ、はい、へえ。すごいですよね。これはもう足車、はい、ただこれうちではできないんですいませんご紹介しますね。はい、というわけで、はい、こんな3台を東京店から展示させていただいております。うっちーありがとうございます。はい、ありがとうございます。さあそしてですね、もう1台最後4台目はこちら、ボンドのこれ今デモカーになってます。こちらご紹介したいと思います。ベースは G63 こちらでございます。でこれにあの海外のノーランドっていうオフロード系のパーツ作ってる会社があるんですけど、そこのパーツを盛りだくさんで今回つけてます。というわけでこのグリルガード、これちょっと純正とまた違う感じの、このグリルガードいいですよね。いいよねこれね。なんか63だとこうねバンパーガードになるんですけど、うんうんうん、もう上に来てるっていうのが、そしてこの辺なんかもちょっと削り出し感がある感じの、うんうん、結構なんか物もすごいしっかりしてる。そう、ね、物がねめちゃくちゃしっかりしてるのよ、うんうん、ただ値段もねしっかりしてる。あ、そうなんで決して安くはないんですけど、はい、あのちゃんと値段に見合ったクオリティになってる。この辺ロゴが入ったりとかして、でこれとあとはルーフラック、こちらもノーランドのルーフラック。あ、後ろだけなんですね。そう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 、こんな感じで、うん、これもちょっと削り出しでなんかその組み立てた感のあるこんな感じのルーフラック。まだ本当に新しすぎて日本のホームページもないんですけど、うん、こんな感じで、これあの橋ごとつながってるんで。あ、本当だ。そうそうそう、リアのこんな感じ。へえ。なんか橋ごも純正のと違ってこう洒落た感じで。そう、純正あのパイプじゃん、ね、うん、それがちゃんとこの削り出しタイプの、うん、こんな感じのでちゃんとついてるんで実際にも使えるみたいです、うん、すごい、はい、そしてこんな感じでロゴ入ったりとか、うちも今日初めて見た。そう、初めて見ます。興味津々です。なんだろうこれっつってそしてあとはこの背面タイヤカバー、はい、これですね。背面タイヤいろいろあのメーカー出てますけど、あのこのノーランドのやつは機能性もついてて、開けましょうか。はい、なんと鍵が、はい、鍵があります、はい、これをでパカッと開けるとなんとテーブルになってると。まずご飯が食べれる、はい、そしてそこを開けると小物入れになってると。これ考えたね。考えたけど何をしまえばいいのか確かに、なんかちょっと、まあ、あの塗装の鉄板むき出しなんで、うん、そうですね、まあ、あの何かが入ります、うん、なんかちょっとなんだろう、布
ちょっとテーブルクロスみたいなのか分かんないけど、分かんないけど、ロープ、うん、結局立って食べるスタンスになるんですね、それだと。まあちょっとしたものが入れられると思う。でもまあなんかね、収納があるっていうのは何かしら使えると思うんで。でこの辺なんか物がめちゃくちゃしっかりしてる。そう、ドライカーボンで。そう、この辺はまたちょっと別に詳しくご紹介する動画だったりだとか、ね、またホームページなんかできたらご案内させていただくと思うんですけども、はい、こんなのもやっております、はいはい、これ今最新なんで、多分これからいろんな店舗のブログとか、まあ、雑誌の広告とか記事で出てくると思います。ちょっと鍵渋いっすね。まあそれは海外製だ。そうですね、はい、そうですね。そしてこちらの車、この3点の他にステップ、これもノーランドのステップになってます。これすごいですよね。これすごいよね。これステップそっくり交換で、ベースはこのドライカーボンとアルミのこのタイプ。カーボンだから高そうですね。これ絶対高いと思う。ちょっと値段確認したいですけど、はい、これも高かったです確か。こんな感じ、うん、でこれはあのここがマフラー出口になってる。出口になってるんですよね、はい、ここが。でどうなってるかというと、マフラーごと交換です、こんな感じ、はい、すごいね。というわけでサウンドもしっかり変わる、こちらのタイプのマフラー、これ多分日本1号車だと思う、はい、こんな感じのゲレンデ。すごいな。でも、はい、で今回はこのスタイルに合わせておなじみのロティフォームの STL、 はい、あ、ここも意外と。あ、そうそうそう、そこもノーランドのパーツ、だから細かいパーツね結構作ってるの。あ、あと鍵か。鍵ね、持ってきましょうか、はい、これすごいですよね。そう、そして鍵、ゲレンデ純正の鍵をなんとこんな武骨な鍵に交換する、コンバージョンするキットもこちらのノーランドから出てると。間違えた、こうだね、正解、はい、でしかもこれなんちゃってじゃなくてちゃんと使えるんですよね。そうなんですよ、はい、鍵がちゃんと開け閉めできるんです、はい、確かに純正のキーってクラシックだし、うん、落とすと傷になっちゃうんですけど、うん、このアルミのすごいよね、なんかちょっと時計みたいな、うん、これだったら落とす傷になってもそうだから、純正にカバーをかぶせてるんじゃなくてちゃんとこの大きさが違うので中身を、うん、入れ替え、移植して鍵になってます。でこれガンガン使ってさ、ちょっと使用感出たらかっこいい感じ、ねえ、うん、これすごいやってると。今までなかった、ね、なかったですね。というわけでこんな感じでノーランドのパーツたくさんついたゲレンデの4台を展示しております。はい、はい、さあというわけで今回はモーターファンフェスタ2024の出展車両をご紹介させていただきました。ボンドチャンネルのチャンネル登録、各種 SNS のフォローもよろしくお願いします。またいろんなイベントのレポートもお届けしたいと思います。